1年前、桜の花びらの舞い散る春の日に、俺はこの高校に入学した。勉強ははっきり言って得意じゃないが、運動神経がいいことは小さい頃からの取り柄だった。だけど最近はそれもなんだか疑わしく思えてきた。俺はきらめき高校の2年生、サッカー部の補欠。今思えば、別にサッカーでなきゃいけなかったわけじゃない。レギュラーでバンバン活躍することだけを望むなら、もっと部員数の少ない種目にすればよかったんだ。だけど、一人の女の子があんまり真剣な眼差しで俺を誘ったものだから。ねえねえ、てば。あ、虹野さん。どうしたの、ぼーっとして。いや、別に。そっか、わかった。緊張してるんでしょう、新レギュラーの発表ね。わかるわかる。こういうのってまるで入試の合格発表みたいにドキドキするのよね。でも大丈夫、絶対レギュラーになれるって。そうかな。そうなんだ、今年度最初の試合、5月4日に行われる対抗試合の出場メンバーを今日発表することになっているんだ。彼女が言う言葉を真に受けるわけじゃないけど、今日までの努力が報われるかもしれない。新レギュラーに選ばれるかもしれない。もう1年になるんだね、私たちがサッカー部に入ってから。ああ、そうだね。俺は虹野さんの勧誘を受けて入部したんだ、覚えてる？もちろん。じゃあその時なんて言ったかも。あなたには根性があるわ、一緒に国立競技場を目指しましょうよね。へえ、覚えててくれてるんだ。うん。じゃあさ、なんで俺にそんなこと言ったの？それまでほとんど話したこともなかったのに。なんでだったかな。忘れちゃった。あ、練習が始まるよ。さ、集合集合。ああ。そうか、いつか聞こうと思ってたことだったんだけどな。虹野さんにとっては大した意味があったわけじゃないんだな。現実なんてこんなもんか。彼女の名前は虹野咲、我がきらめき高校サッカー部のマネージャーで運動部のアイドルだ。彼女に憧れてるやつは俺の知っているだけでもかなりの数になる。そう、かくいう俺も。よし、全員集まったな。練習を始める前に今日は新レギュラーの発表をしたいと思う。今回のレギュラー変更は3年の進学組が引退した後の戦力補強が目的だ。来月から始まる対抗試合、そして冬のインターハイへ向けて新メンバー中心に練習メニューを組むから、そのつもりでいてほしい。それでは発表する。いよいよだね。虹野さんが光栄でそう言った。
うぬぼれてしまいそうになる、そんな目だった。ライトハーフ2年井上。はい。レフトハーフ2年小井戸。はい。バックス2年山口。はい。同じく2年由井。はい。あと1名、残るはセンターフォワードだけだ。センターフォワード1年沢渡。やったー。静かに。再来週の末賀高校との対抗試合に向けて新メンバーの特訓を始めるからな。以上、練習開始。はい。そうか。そうなんだ。辛いな。俺は今度もレギュラーになれなかった。俺はまた補欠なのか。早速練習が開始された。補欠組はこの瞬間フィールドの外へと出なければならない。この白線が選ばれた者と選ばれなかった者とを分ける文字通りのラインとなる。パスだ。よし、もっと早く。はい。遅いな遅いな。ありきってんなあいつら。そうだよな、あいつらも早くレギュラーになりたいって頑張ってたもんな。どこ蹴ってんだ、どこ。あ、おい、すまん、ボール取ってきてくれないか。あいつ悪いな。あいつら昨日まで共にレギュラー入りを夢見て、そして一緒に玉拾いをしてきた仲間だったのに。俺は涙が出そうになった。お疲れ。おい、レギュラー祝いにどっか寄ってこうぜ。いいな、そうしようか。よしっと、これで半分は終わったな。レギュラーになれなかったってのに俺は一体何をやってるんだろう。すっかり習慣になっちまったんだな。みんなが帰った後にボール磨きをするようになって1年か。同級生の田中龍太が今日の沢渡のように1年でレギュラーに選ばれたのに、俺はといえばボールにすらまともに触らせてもらえない状態だった。いつかは俺もそう思って始めたことだったんだ。あ、誰だ。それでね、虹の先輩、聞いてくださいよ。いや、あれ、先輩、何してるんですか、こんなところで。何って、別に。この女の子は秋穂みのり、1年生。虹野さんと同じく我がサッカー部のマネージャーをしている。ふーん、そうですか。で、虹野先輩、続き、昨夜電話があってね。あの先輩、あの、残念だったね、レギュラー。ああ、うん、でも仕方ないよ。あの手伝おっか、それ。いや、いいよ、これで最後だから。そう、虹野さん、今日は遅くまでいるんだね。まあ、そうそう、これじゃ何しに戻ってきたんだか。あった、虹野先輩、やっぱりここにありました。よかった。じゃ帰りましょう。虹野先輩、そうね、それじゃ先輩、私たちはこれで失礼します。うん、お疲れ様。さっき何の話してましたっけ。あ、そうそう、沢渡くんがレギュラーになったって話ですよね。みのりちゃん、何ですか。何って、そのさ、帰りましょう。じゃあまた明日ね。ああ、何ですか虹野先輩、いきなり大声出して。ごめんね、何でもないの。そうですか、何でも言ってくださいね。さてと、早いとこ片付けて自主トレに行くか。自主トレか。これもすっかり習慣になってるんだな。
近くの神社でのシュート主体の練習、雨の日以外欠かしたことないもんな。今日くらいサボってもいいんじゃないかって気もするけど、何せ体に染みついた習慣だからな。翌日午後の授業の終わりに吉尾が声をかけてきた。よ、どうした？なんか元気ないぞ。彼女に振られたかって。相手がいなきゃ振られようもないわな。お前に言われたかないよ。ひどい返しだな。それより聞いたぜ、レギュラー1年のやつに取られたんだって。はっきりと言ってくれるな。ま、長い人生いろんなことがあるさ。そんな時はこれ、じゃーん。なんだよそれ。チケットだよ、ディスティニーランドのな。アトラクションに乗って気分転換か。気持ちは嬉しいけど、お前と遊園地に行っても楽しくないぞ。バカ、数を数えてみろよ。4枚。俺だってお前と2人で遊園地なんて行きたくないさ。デートだよ、ダブルデート。相手誰だか分かるか？いや。運動部のアイドル、お前とこのマネージャーの虹野さん。虹野さん？それと虹野さんの友達の如月さんって子。虹野さんが？いやー、虹野さん人当たりいいんだけどガード硬くてね。ずっとかわされっぱなしだったんだけど、なんか急に OK してくれてさ。よしお、お前虹野さんに何か言ったんじゃないか、俺のこと。何かって、お前がレギュラーに選ばれなかったことで落ち込んでいるから慰めてやってくれみたいなことか。まさかそんなこと言ったんじゃ。言ったよ、そのまんま。何？いいじゃないか別に、虹野さんも OK してくれたことだし。それとも何か、お前行きたくないってのか？いや、そういうことじゃなくて。よし決まった、これお前の分、2枚で4000円な。え、くれるんじゃないのか。おいおい、冗談は吉尾くんだぜ。如月さんには俺から渡しておくから、虹野さんにはお前が渡せよ。ああ。そろそろ部活の時間だろ、じゃあな。おい、待ち合わせは。デスティニーランドのメインゲートに明日10時。こいつは1個貸しにしといてやるよ。チケット返そうか。まあそう言うなって、たまにはパーッと楽しもうぜ。はいはい、じゃあな、遅れるなよ。早乙女よしお、入学初日に隣の席になったのが縁で、何かと付き合いが続いている悪友だ。頭の中には女のことしかないってようなやつだけど、晴れても気を使ってくれているんだな。おっと、こうしちゃいられないや。部活部活、参ったな。俺が一番最後か。ほらほら遅いぞ、何やってたんだ。すみませんって、あれ、虹野さんじゃないか。なんだ、すぐ分かっちゃ面白くないな。あのね、あ、ちょうどよかった。あのさ、吉尾から聞いてると思うんだけど。明日のことでしょ。うん、はい、これ虹野さんの分のチケット。ありがとう、楽しみ。あ、そうそう、いくら。いいよ、そんくらい。ダメ。いいって。よくない、ダメだよ。そんなんじゃ私また行こうって言えないよ。でもね、ありがとう。そうそう、お互い学生なんだから無理しないでおこうよ。バイトしたい気もするけど部活あるしね。私はクラブ一生懸命やってほしいな。おごってくれるよりその方がずっと嬉しいよ。でも本当にいいの？お金のこと？いいに決まってるじゃない。いや、そうじゃなくて、俺のために。ごめん、なんでもない。変なの。あ、いけない、練習始まっちゃう。急ごう。ああ。高まる気持ちを感じていた。決して辛い現実から逃げ出したいわけじゃないと、頭のどこかで自分に言い訳していた。おはよう。あ、虹野さん。おはようございます。あ、おはよう。あ、初対面なんだっけ。如月美代ちゃん、私の一番の親友なの。如月美代です、よろしくお願いいたします。こちらこそ。美代ちゃんは文芸部に所属する文学少女なの。毎日図書館に通ってるのよ。へー、そうなんだ。俺もたまには本くらい読まなきゃな。おすすめの本とか教えてあげるといいよ。ね。ええ。
に立てるのなら喜んで。じゃあ今度お願いしようかな。ところで吉尾は？あ、来たみたいよ。いや、悪い悪い。遅いじゃないか、幹事なのに。まあそう言うなって。いい天気じゃないか。どんな関係があるんだよ。さあみんな揃ったんだし中に入りましょう。そうだな。そうそう、明るく楽しく高校生らしく発想ぜ、はめよう。バーカ。その時みんなでメリーゴーランドに乗ったんだけど、私は友達と馬車に乗って、その男の子は白い馬にまたがってた。お化け屋敷入るんですか？苦手？そうですね、怖そうですから。大丈夫だよ如月さん、俺がついてるじゃない。だから怖いって言ってんだろ。どういう意味だよ。まあまあ、二人とも。真っ赤だな。ジェットコースターといえばだな、遊園地で合法的に抱きつける貴重なアトラクションなんだぞ。ジェットコースター乗りたい人？乗りたい。このチャンスを逃すんじゃないぞ。チャンスって？お前何しに来てんだよ。遊びに来てるんじゃないんだぞ。遊びだよ遊び。どうしたの？いや、こっちのこと。メリーゴーランド、お化け屋敷、ジェットコースター、お決まりといえばお決まりだが、大切なことは誰といるかなんだ。正直初めてここを訪れた時よりも楽しいと感じていた。楽しい時間はどんどん過ぎていく。おい、お、なんだよ。観覧車、虹野さんと如月さん、どっちと乗る？4人で乗りゃいいじゃないか。バッカだな。観覧車4人で乗ってどうすんだよ。観覧車といえばだな、遊園地で合法的に2人っきりになれる貴重なアトラクションなんだぞ。その選択権をお前にやろうという俺様の熱い友情がわからないのか。ほら、どっちにすんだよ。どっちって聞かれてもはっきりしないやつだな。分かったよ。じゃあ虹野。おい虹野さん、こいつ虹野さんと二人で観覧車に乗りたいって。え、よしお、お前どうかな。虹野さん、私は構わないけど。そう、そっか、よかったな。それではお二人様ご案内。楽しい空の旅を。おい、よしお、よしお。あいつには参るぜ。まったく大丈夫？どこかぶつけた？いや、大丈夫。係員の人も慌ててたね。ああ、よしおのやつにも困ったもんだな。ああ、見て、大きな夕日。本当だ。綺麗だな。君の方が、なんてありきたりの言葉が頭に浮かばずにはいられなかった。夕日に包まれたゴンドラの中で虹野さんはやっぱり他の誰よりも。一日があっという間に過ぎちゃったね。そうだね。私ね、本当言うとちょっと怖かったんだ。え、何が？だって私、男の子とこんな風にどこかに行くってことあんまりしないから。だから？なんていうか、私といても退屈なんじゃないかなって思って。そんなこと思うわけないじゃない。どうして？どうしてって、だって虹野さん明るくて元気が良くて。元気が良くて？いつも虹野さんの周りには笑顔が溢れてて、落ち込んでる人だって元気になる。そんなこと、そんなことあるよ。じゃあ少しは元気出た？え？期待持たせるようなこと言って悪かったなってずっと考えてた。レギュラー、またチャンスあるよ、絶対に。ああ、そうだね。ね、いつも用具室のボールきれいにしてくれてたのあなただったんだね。ん？ああ、たまにね。この前見かけて感動した。本当にこの人はサッカーが好きなんだなって。大げさだよ。そんなことない。
嬉しかったよ。私の目に狂いはなかったって。勧誘したの虹野さんだもんな。うん、だから諦めないでね。あんなに一生懸命なんだもん、報われないはずないわ。あ、ありがとう。ファイトだよね。うん、俺はこの日初めてヨシオに感謝の気持ちを抱いた。小さなゴンドラの中は幸せな気持ちで満たされていた。